にちは、縁語ろうチャンネルです。演歌歌手の三山ひろしさんが1日だけの限定でカフェマスターになり、50名のお客様をおもてなししました。その内容をまとめてお伝えしていきます。皆様の感想やコメントをお待ちしております。皆様でコメント欄にて盛り上がっていただければ幸いです。歌手の三山ひろしさんが10月1日東京ライブレストラン青山で1日カフェマスターを務めました。昨年の NHK 紅白歌合戦では特技のけん玉でギネス記録を達成しましたが、けん玉と同じくらいハマっているのが1日10杯は飲むというコーヒー。以前は日本茶党だったそうですが、2年前に勉強を始め、今では常時20種類以上の豆をストックするほどだそうです。10月1日は1983年に全日本コーヒー協会が定めたコーヒーの日とあって、最新曲望郷さんが購入者から抽選で選ばれた50人に自慢のコーヒーを振る舞いました。今年6月にブラジルの農園で自ら収穫したこだわりのコーヒー豆を持参。けん玉や包丁研ぎ、ドローン操縦、カブトムシ飼育など多彩な趣味&特技で知られる三山さん。予定にはなかったんですが、コーヒー農園に行って作り方を目の当たりにしたらすっかり好きになりましたと明かし、帰国後は焙煎道具を取り揃え、生豆からローストする手間を自宅で楽しむコーヒー通になったとのこと。祖父が残した蓄音機を自ら直し、昔の SP 版を聞きながらコーヒーを飲む時間が至福の時とのこと。コーヒーの香りは4回楽しめる。生豆の香り、焙煎の香り、豆をひいた後の香り、そして飲む時の香りと、蝶ネクタイ姿でうんちくを披露しながら焙煎も行いました。いずれ自分の好きな豆をブレンドしたグッズを出したい。ゆくゆくは三山コーヒーを作れればと夢を膨らませていました。三山さんが挽いたコーヒー、ぜひ飲んでみたいですね。抽選で選ばれた50名の方がとても羨ましいです。いかがでしたでしょうか。三山コーヒー、ぜひ飲みたい、グッズ販売希望ですと感じましたら、高評価、グッド評価で応援してください。ご協力よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。